そこのお店は66年のお店ですが、あの宣伝とかそんなことはしたことがありません。あのおじいちゃんから子供、子供から孫みたいな感じでお客さんが来てくれています。あとお友達からお友達、そしてあの45年住んでたけどもここに日本食があったなんて知らなかったって方が中にはありま、いますね。これ忘れてました。これもお客様が作ったといってアーティストで持ってきてくださったあのカップです。これ気に入って飲んでます。ありがとうございます。My name is 弥生渡辺。Grandchild call me Yaya. My name is Yaya for nickname. I'm owner for Otomi restaurant, last Japanese restaurant in Boyle Heights. それの私が3代目で今やっています。昔から変えてないメニューとしてはやはり日本人、日本食としてどうしても食べてもらいたいものというものは、それで、まあ、天ぷら、チキン、照り焼き、おうどんと、あと親子丼とか丼もの、まあ、今新しくなって今最近あのこう唐揚げとかあのお寿司が増えたかな。今はあの昔はあのほらお稲荷さんと太巻きがもうお寿司だったけど、今はカリフォルニアロールとかスパイシーツナとか新しいやはりあの今のニーズっていうのかな、今の時代に合わせないとやはりいけなくなってきました。一番のおすすめは天ぷらですね。天ぷらはとてもあの作るのがお家ではとっても難しいし時間もかかるし、私は日本の広島県の出身です。日本からは1977年に来ました。そしてここのボイルハイツで仕事始めたのは1990年です。ここで私はあのおとみさんをする前にドライあのクリーニング屋さんをやってまして、ここの道はいつも通ってました。それで通るのにいつもここがクローズ、オープンしないでお店がクローズしているのでどうしたのかなと思って、なんかとてもやはり日本食なので気になってあのここに寄ってみましたら、ここ、まあ、あの前のオーナーの方が亡くなって今ここが空いてるっていうので、なんかここをもうやってくださいっていう感じでもうやりました。ここに来た時はこことあと2軒ありました。でも1軒がなくなり、また1軒がなくなって、あとここ1つになりました。もうなんかここから日本食をなくしたらいけないなと思いました。ほとんどこのおとみレストランが私の生活の場になっています。今このちっちゃいお店なので私は全てやっています。ウェイトレス、クッキン、ジャニター全てをやってる。お家には帰って寝るだけで OK。 あ、味噌スープね、画面ね。はい、これね。 Thank you so much。嬉しいことにみんなおいしいって言ってくれることだけはもうなんか最高に嬉しいです。だからレストランをやってるみたいな気がします。上手じゃないけども、ただ日本で料理をしてたのでその日本の料理しかできないので、その料理を作ってたことでお客様が来てくれてるから、日本の料理の味がずっと覚えてるだけでやってる。カレーを作ったことが一番最初の思い出の料理かな、子供の時に。今ちょっとやってますね、ちっちゃいレスキッチンなのでここのレストランはとてもちっちゃくてブースが3つしかなく、本当に昔のちっちゃいお店です。オンリー一人でするときはこのサイズはとても楽でいいですね。
This is a for you. ちょっと待ってね。This is a drink. This is for you. Oh, this is not customer. Just only for you. You gonna hungry right now? This is so sweet. Thank you. Are you a vegan? レストラン商売は味も大切。でもお客様を大切にすることも大切。すべてがやはりバランスが取れないといけないビジネスだなと思ってます。普通別にこう変わったことはしてないですね。けどもやはりお客さんと少しお話をしてみたりとか、 I'm sorry とかこうとか、子供が来たらお菓子をあげたりとか。やはり日本食レストランがここからなくなるのがやはり一番寂しかったですね。このボイルハイツからでも日本食は美味しいから、みんなにやはり広めたい、食べてほしいっていう気持ちはあります。嬉しいことにみんな美味しいって言ってくれることだけはもうなんか最高に嬉しいです。だからレストランをやってるみたいな気がします。This is a, you know, old cashier we doing. 古い時代しか分からないので、すべてがオールドスタイルで、計算機、手書き、もうキャッシャーも全部こう手でハンドオープン、すべてそういう古いものばかりですね。でここにあるピクチャーは、すべてここにワンナワパーキングでチケットもらわないように、お客様が見てもらうようにワンナワパーキングのドンゲットチケット。私はコンピューターと使えないので。そしてこれはお客様にいらっしゃいませというおたふくさんですね。でそしてこれが招き猫で、あお客さんいらっしゃいませっていうカスタマーです。パンダミックで孫が学校に行けなくてここに来た時にドローした絵を飾ってます。お客様が来るとこの中に入ると皆さん目を丸くしてわーと言いますね。そして皆さん写真撮ってもいいかと言って、なんかこう写真を撮ってます。ここの音見レストランは1956年に日本から来た人たちがオープンされたとこで、この建物は西山さんという方の、日本人の方がオーナーでした。そしてこの音見さんができる前は、この店はここの場所はグロセリーのマーケットでした。これ古くて、ここのお店は66年のお店ですが、2022年の1月にここがヒストリカルの建物に なりました。Okay, this is for you. みんなできれば私がずっと続けられれば続けたいとは思いますが、いつどうなるかは分かりませんけど、年取ってくるので先にレストランやれば若かったと思いますけど、今は逆に年取ってるので、アップサイダウンだなんていうのかな、逆のビジネスかなって。でもこの日本食のレストランはずっと続いていってほしいなと思います。日本人のあそこはコミュニティ、こう一つだけじゃなくって、レストランでもお店でも固まってあることあるので、私の役目だと思います。まあ次のもう私も年なので、まあもう若い方に、次の世代の方にここをやっていただければいいなとは思っています。でもみんなお客さんにはありがとうって言っときたいな。いつもお客様にはありがとうございます。本当また今後ともよろしくお願いします。